ポンティアック・ファイアーバード、ファイアーバード、ファイアーバードは、ゼネラルモーターズが製造し、ポンティアックブランドで販売されていたポニーカー、日本でいうスペシャルティカーに相当であり、シボレー・カマロの姉妹車である。ファイアーバード、ファイアーバードと表記されることもある。最上級グレード、トランザムについては、ポンティアック・トランザムの項も参照。初代ファイアーバードは、コークボトルスタイルで、 姉妹車であるカナロとは異なり、フロントバンパーがボディデザインの一部に組み込まれたレーシーなバンパーレスルックが特徴である。ボディ形式は2ドアハードトップとコンバーチブルを用意。元来ポンティアックは独自の2シータースポーツカーをラインナップに追加希望していたが、GM はシボレーコルベットと競合すると判断。人気トップのポニーカー、ホードマスタングとの競争に打ち勝つため、 ボディのプラットフォームをカマロと共用することとなった。ベースモデルは、シングルバレルキャブレター装備の 230CEU、インスイチ C6 気筒エンジンを搭載、最高出力は165馬力を発生した。第2のモデル、スプリントは4バレルのキャブレター付き同型215馬力、エンジンが標準装備されたが、実際は、オプションの V 型8気筒エンジン搭載で販売される。 ことがほとんどであった。V 型8気筒エンジンは 326CU イン、5.3リットル、2バレルキャブレター装備で250馬力、同型のハイアウトプット、H、O イコール高出力エンジンまたは4、バレルキャブレター付きで285馬力を発する、400CU イン、6.6リットルエンジンの3種類、存在する。1968年、ラムエアーが、オプションに追加。 ボンネットスクープ、強化された、バルブスプリングと異なるカムシャフトを持つヘッドにより、従来の 400H、大パッケージより高回転型となった。230CU イン、3 8ルエンジンは 250CU イン、4 1ルエンジンに変更され、出力は、シングルバレルが175馬力、4バレルが215馬力、326CU イン、 5.3リットルエンジンが 350CU インエンジンに変更。改良されたカムを装備した同エンジンの HO 版も登場。他のエンジンもわずかに出力増加した。1969年ハンドリングパッケージとしてトランザムがオプションで登場。トランザムの名はスカによる市販車レースから取られたものだが GM ガム許可で使用したため。 スカ側は国訴も辞さないと申し入れた。結果、トランザムが1台売れることに、GM からスカに5ドル支払うことで、両者は合意。リアスポイラーが特徴の初代、トランザムは、ハードトップが689台と、コンバーチブルが8台製造された。同年ダムエア EE と4は400、新インエンジン用に設定され、それぞれ345馬力と370馬力を、発生。 外観上は1968年、サイドマーカーが放棄対応で追加。フロントウインカーが大型化し、リア側部に V 型のポンティアックエンブレムを装着。1969年には大幅にフェースリフトされ樹脂製、フロントエンドがつく。内装はインパネとステアリングホイールが変更。イグニッションがダッシュボードからステアリングコラムに移設された。 2代目ファイヤーバードの登場が1970年2月まで遅れたため、ポンティアックの他社種の1970年モデルは、1969年9月に発表された。それまで初代の生産は延長された。第2世代のファイヤーバードは1970年の2月に登場した。第1世代のコークボトルスタイルを廃止、リアウィンドウのトップからトランクリッドに、 ほぼ直線に流れるファストバックラインが特徴。下位ボディで最も長期にわたって製造されたファイヤーバードを代表するスタイリングである。リアウィンドウが大型化される1975年モデルまで幅の広いリアクオーターピラーを特徴としていた。1970年モデルには1969年から持ち越されたラムエア EE345 馬力、 ジーテオの366馬力とラムウェア4370馬力、ジーテオの370馬力の2種類のラムウェア400エンジンが用意された。第2世代で搭載が選択可能となる455エンジンはおそらくマッスルカー世代で最後のハイパフォーマンスエンジンである。455CU インエンジンは1971年に初登場した。 1973年と1974年にスーパーデューティ 455SD-455 と呼ばれるの特別版も供給された。SD-455 はポンティアックの 366CU インナスカー、エンジンのコンポーネントを利用して540馬力を発生するレース用エンジンとして作られたが、同時に環境保護庁と GM の協議の結果、 300馬力を上回らないことを義務付けられた。結果として PMD エンジニアは290馬力の SD-455 を登場させた。しかし実際には371馬力、またはグロスでおよそ440馬力を発生していた。同エンジンの魅力は500馬力以上の使用に楽に戻すことができたことであった。SD-455 は これまでポンティアックが製造したピュアスポーツカーエンジンの最終型で最強のエンジンであると考えられている。ポンティアックは 455CU インを数年間提供したが排出ガス規制が強化され終焉を迎える。455CU イン搭載車が7100台に止まった1976年のトランザムはビッグキューブバーズ。 大廃棄量のファイアーバードたちの終焉でもあった。1973年に保安基準が改定され、1974年モデルからフロントは5マイルバンパーを組み込んだショベルノーズ、リアランプはスロッテッドタイプになった。このフェイスリフトで特にフロントエンドの印象が大きく変わるとともにトランザムが 1750kg に達するなど車両重量も 大幅に増加した。エンジンは 250CU イン、100馬力の直列6、筆頭と 350CU イン、V8、185馬力、400CU インエンジン、V8、175から225馬力をラインナップした。SD-455 が290馬力を発揮する一方、455は215と250馬力であった。 400、455と SD-455 エンジンは1974年の間にトランザムに供給された。しかし、400と455エンジンは1975年と1976年のモデルの唯一のオプションであった。1976年、ポンティアックは同社の50周年を祝して黒塗りに金のアクセントを配した。 トランザムの特別使用者をリリース。これがトランザム最初の記念パッケージ、かつ最初のブラックゴールドの特別使用者となった。1977年2回目のフェイスリフト。ヘッドランプがさえ規格の格型4頭となる。ポンティアックは通常の180馬力の 400CU イン、6.6リットルに対し200馬力を発生する T。 a 4 0 0 c u インエンジン、オプションコード W72 を供給。カリフォルニア仕様と、高知使用者には、ポンティアックのエンジンより、高めの圧縮比と扱い合いとルックバンドを持つ、オールズモビル403エンジンが搭載された。1978年から、より小さな燃焼室を持つシリンダーヘッドがポンティアック4 0 0 c u インエンジンに装着され、圧縮比が向上。 これにより長年落ちる一方であった出力を10%向上させ、最高出力は220馬力となった。400CU イン、403CU インオプションは1979年まで選択可能で、400CU インのエンジンには4足、マニュアルトランスミッションが装備された。1979年、3回目のフェースリフト。 フロントバンパーにグリルシルバーの内外装を持つ10周年モデルが発売され、同時にボンネットの火の鳥デカールが、フロントフェンダーまで広がるデザインに付加された。1980年、トランザムのエンジンが大きな変更を受ける。1979年にオプションだった301、CU インエンジンが標準化。オプションはターボ付き 301CU インと、 シボレー 305CU インスモールブロックエン。第2世代最後の年となる1981年、ファイヤーバードは前年モデルと同じエンジンを搭載し、電子制御の燃料噴射装置を追加しただけの変更にとどまった。第3世代ファイヤーバードは1982年に登場。先代より軽量になり、デザインは悪が薄まり洗練された。 当初のグレード展開は、ベースモデル、S、E、トランザムの3つ。フェラーリ308等のイタリアンデザインの影響が、強いボディスタイルは、空洞実験によるもので、フロントウィンドシールドは62度と大きく寝かされ、リアには、ガラス製ハッチバックを備える。カマロとの外観の最大の相違点は、リトラクタブルヘッドライト、樹脂製ギアを使っており、 耐久性に難があるによる低いノーズで CD 値はトランザムで0.323とカマロの0.368をしのぐ。走行風は主にバンパー下より取り入れるため車体前端仮面のエアダムが破損するとオーバーヒート気味となる。内装は各部にネジの頭が露出した航空機のコックピットをモチーフにしたもの。当初トランザムには 4.9L ターボが搭載される。 計画で第2世代のターボトランザム同様のターボバルジがボンネットに設けられたが直前になってターボエンジンの搭載が中止バルジはクロスファイアインジェクションの冷気吸入システム用エアインテークとして使われることとなったアメリカで1982年から放送されたテレビドラマナイトライダーに1982年モデルのトランザムをモディファイした激用車が とナイトイトトンダストリー2000の名で登場している。1983年、デートナ500ペースカーに選ばれたのを記念し、ペースカーのレプリカが限定発売。白、チャコールのツートーン塗装、特製デカール、車体全体を囲む、グラウンドエフェクトスカー、フロントグリルに変わる樹脂パネル、15インチエアロホイール、本革、スウェードのレカロ製シート等装備、 1984年、デートナペースカーレプリカのスカートがトランザムにオプション設定。同じくオプションで、新デザインの15インチアルミが登場。ゴールドかシルバーの選択か。また、トランザム15周年記念特別使用者として、白いボディに青のピンストライプを施した限定車をリリース。ターボバルジ用、デカール、白の16インチアルミ、オフホワイト、 グレーの本革レカロシート、白の本革ステアリングホイール、シフター、パーキングブレーキレバー、白のストライプ入りテールライト、リアスタビライザー系を 23mm から 25mm に変更した、独自の WS6 ハンドリングパッケージ、4輪、ディスクブレーキ、ティーバールーフ等を装備する。1985年、販売テコ入れにパワートレインの変更などが行われた。 ファイヤーバードには従来のフロントグリルに代わりバンパーレットと呼ばれるバンパーインサートを導入リアバンパー同様トランザムは15周年記念モデルと同スペックの WS6 パッケージが標準化さらに全グレードで16インチアルミが装備可能となったボンネットのターボバルジが廃止され代わりにエアーインレットアウトレットが2個ずつ装備されるレカロパッケージは廃止されたが レカロシート自体は選択か。1986年、リアハッチ上端にハイマウントストップランプ設置。ベース車のテールランプを変更。1967年以来続いたスリット・ルーバー処理のテールランプレンズが廃止となる。4気筒エンジンはカタログ落ち、2.8リットルンピの V 型6気筒が標準装備になった。トランザム2ゴム。 ビニール製ラップアラウンド型リアスポイラーが標準装備、色は黒のみ。ヒビや割れ等の経年劣化が起きやすい。ただしウィング型スポイラーも選択可。年半ばにはトランザムのオプションとして軽量クロスレースホイール設定。1987年ハイマウントストップランプがスポイラーとリアデッキの間へ移動。火の鳥デカールのオプションが廃止。V8 エンジンには ローラーロッカーアームが標準装備。また、モアパワーの要求により、トッピー、トゥーンドポートインジェクション5.7リットル V 型8、気筒エンジンがリリース。AT のみと組み合わされ210馬力を発生し、5.0リットル、トッピーエンジンに変わる、最上級エンジンとなった。L69 は生産中止となり、解剖 DEO キャブ付き V8 は、LG4 のみとなる。 また、ハイエンドモデルとして、トランザーム GTA、グラントリスもアメリクアーノが登場。LBQ305 トッピーエンジン、215馬力、または、L98-350 トッピーエンジンが搭載され、洗練された雰囲気を演出するために2トン塗装、レカール、フェンダーエアダクトは廃止。豪華装備による、車重増加から来る、燃費悪化を少しでも抑え、 ガスガズラーゼから逃れるため、オプションの金色フラットメッシュのダイヤモンドスポーク16インチホイールが標準化された。アウターリアビューミラーに輸出用のパドルミラーを装着した GTA も初期には存在したが、部品メーカーの生産キャパシティ、品質等の問題で短期間でカタログ落ち。また、S、E に代わり、ファイヤーバードフォーミュラが再登場。軽量。 廉価な V8 モデルという位置づけで、エンジンは LG4、LBQ305 トッピー、L98350 トッピーを選択下、16インチホイールと以前のトランザム用、ターボバルジー付きボンネット、ただしインテークはダミーを備える。また、a c 社で仮装したコンバーチブルもこの年、登場した。1988年、ノッチバックが GTA に、 オプション設定。従来のグラスハッチに代わる FRP 製、リアハッチで小型のガラス製リアウィンドウ付き。ノッチバック車には再設計されたヘッドレスト付き鉱石が装備される。ノッチバックはきしみ音やガタ付きが発生しやすく、このオプションの存在を知らない販売店も多かったため、生産量はわずか718台であった。1989年。 新しい二重装飾媒により、LB9、L98 の出力が13%向上。T バールーフが、レキシマーによるアクリル製に変更。ガラス製より軽量だが劣化が早い。リアディスクブレーキ装着車には、PBR ブレーキキャリパーと、大型ローターが装備。カマロと共に高い盗難率に対抗し、パッツ、ビヒクルアンチセフトシステム導入。 トランザム20周年を記念してターボトランザムが登場。V 型6気筒 3.8L ターボ付きビューイックエンジンを搭載し、白外装と単内装のみ、インディアナポリス500のペースカーにも選ばれた。1990年内装の小変更を受ける。1991年にはフロントノーズ画をモチーフとしたヘッドランプ直前のスリットを廃止したものに変わる。 同様にグラウンドエフェクトスカートの形状が変更され、さらにベースモデルでも選べるようになったフォーミュラは選択不可。1992年は第4世代モデルの登場が差し迫っていたため大きな変更はなし。この年 SLP パフォーマンスパーツによってファクトリーチューンされたいわゆるファイヤーホークが登場する。1993年 ファイヤーホークは300バリー機に増加し、機能的なボンネットと他の機能強化で SLP パッケージを供給し、わずか201台が製造された。1994年に登場した第4世代のカイボディは、先代よりもさらにエアロダイナミクスに磨きがかけられた。しかし、魅力的なスポーツカーであった一方で、販売的には加工傾向になった。ファイヤーバードは、 リトラクタブルヘッドライトを採用したが、それは第3世代から採用されたバンシー4コンセプトをさらに強烈に引き継いだものであった。LS1 ファイヤーバードは低い売上高にもかかわらず、これに生産された車よりも最も早いものの一つであった。コルベット C5 の V8 アルミニウムエンジンから305馬力、2000年以後の310、または WS-6 ラムエアーバージョンで320馬力、2000年以後の325を生じ、この第4世代のファイアーバードは、マッスルカーのファイアーバードを含む他のどの世代よりも高性能であった。1994年モデルでは、白く塗られたボディのやや下側に青い一本のストライプが描かれた25周年記念エディションが発売されたが、 それは1970年モデルを彷彿させるものであった。1998年、ファイヤーバードは他の修正と同様にフロントのデザイン変更を受けた。そして最も大きな回収ポイントは最新のコルベットのスモールブロック V8 エンジン LS1 の搭載であった。また、1998年から2002年の間、ポンティアックは ヘビーデューティーなブレーキとステアリングギア比、燃料ポンプとショックアブソーバーが装備された。また、エンジンは V6 と V8 が搭載可能であった。1999年、トランザムは30周年記念モデルを生産。このモデルは、さきの25周年モデルよりも一層1969年のトランザムを意識したカラーデザインが採用された。 最後のモデルとなる2002年モデルには黄色いボディのコレクターズエディションが設定された。しかし、外ボディを基本とする第4世代のファイヤーバードの生産終了を最後に工場も閉鎖されることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。